はい、こちらをちょっと見ていただきたいんですけど、聖刀総督、アリス川の宮、タルヒト、神の仮本営跡という石碑が立ってるんですけども、これは明治10年西南戦争の時にここに、聖刀軍の仮本営があったという石碑です。ちょうどあの駐車場とこの壁の間にあるので、なかなかこう多くの方は目につかないんですけども、こういうものが西南戦争の時の遺跡がここに残ってるというのを見ていただきたいなと思ってます。で同時にですね、この石碑があるところから今度逆に南側の方に見ていただいたら、まあ今はもう何もありません。ちょっと反対側、日本銀行福岡支店の跡がありますけど、もうここは福岡大空襲からそれから区画整理があって、もう分かりませんけど、昔はここにですね、アインシュタインが泊まった旅館、栄屋さんという旅館がありました。それからこのアインシュタインだけじゃなくて、アジア初のノーベル賞を受賞した、文学賞を受賞したタゴールもここ、インド人ですね、ここに泊まっております。なんかこう一つどこか、例えば日本銀行福岡支店のどっか壁のどっかにですね、そういう石碑の一枚でも、板碑でも、一枚でもあったらいいのになといつも私は思っております。はい、以上になります。浦部さん、具体的に場所はどの辺にあったんですか？場所はもう分かりません。大体でいい。大体 あそこに綾杉の駐車場がありますから、付け当たりですね、はい、はい、綾杉のパーキングがありますから、はい、あそこを目標にしていただくのが一番かと思います。あの辺りに、あの辺りという感じしかないです。はい、はいはい、ここはですね、昇龍寺という日蓮宗のお寺です。ここに書いてありますようにね、日蓮宗の日中というお坊さんがキリスト教のイルマンと宗教論争を行って、もともとここはですね、ここにもありますようにキリスト教会が保有していた土地だったんですけども、宗教論争に勝ったということで、このキリスト教会が持っていた土地を黒田長政から与えられて、日蓮宗のお寺がここに建ったわけです。それが今の昇龍寺といいます。でもう一つ、明治23年には元寇史跡、現在東公園に日蓮さんの銅像が、大きな銅像が建ってますけど、あの銅像を建立する時の、事務所でもあったわけですね。募金を行う事務所にもなってました。でこれには書いてないんですけども、福岡市東区鹿の島に元寇の、モンゴル兵を慰霊するあの大きな慰霊碑が建てますけど、それを管理しているのもこの大寺さんです。行って見て、見られたら分かると思うんですけど、昇龍寺が管理してますよと、慰霊をされてますよということが分かります。まあ、そういう古くからある日蓮宗のお寺さんです。はい、以上です。こちらにですね、日道上人のレリーフがあるんですけど、この制作をした原田新八郎作ってなってますけど、姫島にある野村冒頭にの胸像を作った原田新八郎さん、一緒だと思います。でも非常にこう風格のあるいいお顔に仕上がってるなというふうに思います。こちらにあるのがですね、明石元次郎陸軍大将、台湾総督のお墓になります。ここには名前が明石元次郎と入ってませんので、これが明石大将のお墓とは分かりませんけど、これが明石大将のお墓です。
戒名がこちらの方に放り込んであります。でここはもうずっとですね、明石家の類代のお墓になってます。いかに明石家が、黒田家に福岡藩において力があったかというのがこれで分かろうかと思います。はい、こちらの方には明石大将の奥さんの戒名が彫り込んであります。